浅尾美和。1986年2月2日生まれ。出身地、三重県。身長172センチ。血液型、大型。浅尾美和さんは日本の元プロビーチバレー選手です。浅尾さんが、他界した俳優の財津一郎さんの CM を見て、赤ちゃんの頃の長男が泣きやんだエピソードを披露しました。 在津さんが亡くなったことをテレビ番組で取り上げた際に、泣き止まない長男が在津さんが熱唱していた竹本ピアノの CM を見せた途端に、涙が引っ込んだと言います。ママ友に教えてもらって、息子に見せたら、本当に泣くのをやめて、すごいびっくり、と当時を思い起こしていました。また、WBC 日本代表のヌートバーガイヤ氏について熱く語り、外戦再来日を期待していました。 ヌートバー本人が代表入りについて人生を変えるような経験をさせてもらえていると話したことや3年後にも代表入りし2大会連続での出場へ意欲を示したコメントを紹介。浅尾さんはもう戻ってきてほしいですよね。ヌートバー選手を見ているとプレーでもベンチの中でもジャパンのユニフォームを着られて幸せだっていうのが伝わってきますよね。と笑顔で話しました。さらに ちなみに私、この間ファミレスで、スープバーって言葉がもうヌートバーに見えて、もうこれだけ私の心にはヌートバーがいて、夢中なんだと思ってびっくりしたんですよ。とプライベートでのエピソードも披露。それぐらい大好きです、と熱い思いを明かしました。